ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。交流戦も終わりまして。そうだね。うん、間もなく後半戦が始まりますよ、ということで。まあ、後半戦始まるよというね。うん。後半戦始まるよ。ゆたかの分析。これゆたかでかくない？これちょっと。ちょっとね。なちょっとでかいよね。伸び伸びちょっとどれだけ強調してんだっていうような話。全体の中で一番目立ってますけど、ゆたかが。まあね。例えば、どういう分析かというとさ、交流戦が終わって、はい、まあ、交流戦の戦い方とかね、見て、これからこうやって、行ったらいいよということと、うん、こうなっていくんじゃないかっていうようなね、まあ展望のような、まあ、展望のような話をしていきたいと思うんだけども、はい、そして、はい、これまあ、今の順位とゲーム差、そうだね、ゲーム差ね、赤がね、うん、で、はい、まあ、各チームの展望だったり今の状況だったりと、ね、いうことと、はいはい、それをリーグごとに見ていき、まあ、最後にはちょっと順位表をこまあ春先予想してるんだけど、まあ現時点での、まあ、現時点でのまた順位予想をねしてみようと思っているので、はいはい、まあ、それも今後期待ということで、そうだね、そういうことも踏まえての、はい、この分析ですね、はい、はい、まずヤクルト、はい、セ・リーグから、ね、交流戦優勝、はい、ね、ということで首位がっちり巨人との7ゲーム差をつけてのいや、まあ、首位ということで、はい、順風満帆、はい、ね。もうね、言うことないよ、うん、まあ、交流戦の戦い方を見る限りではね、うん、それと中継ぎ陣も、うん、6月に入ってまだ今月無失点ということで、うん、ね、もうね、どこを切り取っても素晴らしいという数字しか出てこなくてね、うん、で、キャッチャーも中村と内山と2枚体制になってきて、うん、その内山が、まあ、素晴らしい活躍をするとか、うん、まあ、もう一人若手の長岡が、うん、まあ、素晴らしいとかショートでね、うん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 、で村上はもうチームリーダーとしてしっかりしてるとか、うん、もうね言うことないんだよ、うん、あとはやっぱこう怪我人を出さないように、うん、まあ、しなきゃいけないし、うんうん、まあ、出たところで誰かが補っていけるぐらいの戦力も徐々に厚みを増してきてるというかさ、うん、日々厚みを増してるから、なるほど、まあ、そんな感じもするし、はい、だからすごくこう今は充実期に入ってる、うん、だから追って、え、巨人大丈夫、はい、みたいな、だから巨人を見てみると、はいはい、フォワーストにこれ何が何だと思いますか？これワースト1位の数字もあるんだよ、え、セリーグの中でね、まあ、これは12球団のワーストなんだけど、あ、12球団のね、まあ、交流戦に限りね、うん、え、まあ、先発ピッチャーの防御率と中継ぎ陣の防御率がともにワースト2位なんだよ、はい、ということは点を取られたということですね、点を取られるということ、うん、だからまあその打者陣が打っても点を取られるから、うん、打ってないようには感じるけど、はい、まあそんなに打ったといっても、うん、ウォーカーが5本塁打というふうに気を吐いただけで、うん、吉川がちょっと調子悪かったかな、うん、あのレギュラーシーズンでずっとね、うん、非常にいい打率をキープしてたんだけど交流戦になって悪かったね、うんうん、だからまあそういう意味では打ってないような印象はあるけども、はい、まあとにかく巨人は1にも2にも投手陣をやっぱこう整備しなきゃダメだわ、うん、うん、まあビエイラとかも上げたりとかね最後の方、はい、非常にいい調整をしてきて、うん、まあ球速も上がってきてたけども、うん、ただ去年のねああいうまあやられ方だとか、はい、そういうのを思い出すと精神的にまあ強さがあんのかなっていうような、うん、そんな感じもするし、まあ、とにかくエラーが多いよね今年ね、うん、だからそういう意味ではそのエラーもなくさなきゃいけない作業があるという、うん、だから守りが結局崩壊してるような状態なんだよね。これ坂本選手が離脱していたっていうことは影響しますか？うん、まあ、それもあるよね、うん、ただ復帰してね、うん、初戦は 3安打猛打賞、うん、を記録し、まあ、勝利に貢献したんだけどさ、はい、その後ちょっとね影が薄くなったというかさ、うん、まあそういう、まあ、だから坂本リーダーがね、うん、いるだけに、まあ、7ゲーム追っていけるかというと、うん、俺は苦しいと思う。なるほど。これなぜかというと、うん、やっぱヤクルトの方がいいもん、まあ、全然状態が、うん、で強みもヤクルトの方が多く持ってる。だから巨人の強みっていうのは何かって言ったらホームランしかない、うん、でもホームランはヤクルトも打つよっていう、うん、全然怖くないよっていうのがヤクルトが多分考えてることだと思うよね、うんうんうん、はい、広島、は
はい、で 3.5 ゲームで今います、はいね、交流戦、まあ、なんかみんなの予想通り最下位になったというね、うん、もうね逆風ばっかり、逆風、もうその上のヤクルトの順風の真逆の言葉ですね。真逆だよね、うん、だからレギュラーシーズンここまで頑張ってきててね、はい、で交流戦に入った途端に、うんね、借金をかかるようになって、うん、まあ、3位転落と、はい、まあ、逆風が吹いてる、はい、まあ、投手陣も点を取られば、うん、打つ方も低打率のホームランを出ない盗塁は2個みたいな、はい、交流戦ではね、交流戦もあれですね、盗塁2個っていうのも12球団のワーストで、まあそうだね、先ほどの投手陣の防御率も12球団のワースト、はい、そうそう、はい、で打率もですね、打率も一番悪いと思うんだよ、2割1分逆に言えば、うん、もう悪い方のバランスが整ってるというさ、うん、本当に逆風なんだよね。これをやっぱりどうやって考えていくか、どういうふうに打開していくか、打開できなかったらもうズルズルズル落ちるばっかりだからね。そうですね、だからそこら辺をどういうふうに後半戦持ってくるのかどうなのか、まあいいピッチングをしてるんだよ、うん、大瀬森下とか、はい、栗もそうだし、いいピッチングはしてるんだけどさ、点を取ってくれないよね。やっぱシーズン開幕当初、はい、広島は結構調子が良くてそう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 いうところだったんですが、うん、その頃と何が一番大きく違う、つなげなくなったということだよね、打線、うん、はい、というのは、うん、やっぱその時みんなが調子が良く、うん、みんながバットが振れてたという状態だったんだけどもさ、その中で、だん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 やっぱ疲れを伴って、うん、でポジションチェンジをしてる坂倉とか、うんうん、もういるし、はい、で小園が状態悪いとか、はい、状態の悪い選手も出てきたりだとか、うんうん、まあ、いろんなことでつなげなくなったよね、つながらなくなった、うん、その時にみんな何を考えるかっていうと、うん、やっぱ長打が欲しいんだよ、はい、でも長打も打てないというね、うん、だからそういう意味では、うん、やっぱここに来て鈴木誠也の抜けた穴っていうのをすごく大きく感じてるんじゃないかなっていうふうには思うよね、うん、なるほど、うん、だからこれからやっぱそういうものが問題点がこう解決されないと、うん、どんどん下に行ってしまうということね、うん、はい、なるほど、はい、で阪神快進撃、阪神はいいよ、うん、まあ、ヤクルトもいいよ、まあ、ヤクルトが良すぎるというかさ、うん、でもそれ双璧に近い快進撃、うん、やっぱり投手陣が安定してるね、はい、もう12球団ナンバーワンの投手力、うん、まあ、交流戦で言えばね、はい、防御率が1点台という、うん、ほとんど点をやらないという、はい、まあ、その中でちょっと打てば勝てるんじゃないか、うん、ね、やっぱ佐藤も今年はね昨年とはちょっと違って、うん、打率も高いし、うん、で大山が当たってきてるよね、はい、で近本も非常にいい、うん、で近本も春先から気温が上がってきて、うん、調子が出てきてる、だからねもうこれいいことしか考えられないんだよ、うん、それと足が使えるわ、なるほど、うん、ヤクルトと違って、うん、足を使える選手を多く抱えてるということ、なるほど、だからそういう意味ではパワー&スピードで、うん、野手はいける、そうするとその足の部分ではヤクルトより一つ上だと思う俺はね、うん、ということはこういろいろとそういった戦略ハマってくると、あ本当に面白いよ、快進撃で、いやだから巨人広島に比べると、うん、ヤクルトが脅威を持ってるのは俺は阪神だと思う、なるほど、うんうん、だから必ずここにも上がってくるよ、うん、うん、やっぱ強みをたくさん持ってるもん阪神は、なるほど、やっと来たかみたいな、うん、でも交流戦でも良かったね、もう絶対上がるって言ってた、ね、上がってくれて、そうですね、うん、豊さんの予想を的中ということでした、そうそう、はい、で DeNA、はい、ね、阪神とは0ゲーム差、そうです ね、整ったバランス、うん、やっと良くなってきた、バランスというのは投打、まあ、投打だよね、はい、まあ、ピッチャーもそうだけど、うん、今永がノーヒットノーランやったりだとか、うんうん、大貫がね、はい、カードの頭を必ず勝ってくれるとか、うん、ね、非常にまあ、浜ちゃんもいいピッチングになってきた、うんうん、まあ、東が帰ってくるみたいな、はい、まあ、そういうことでやっとね、うん、整ってきてる、うん、ピッチャー陣もリリーフ陣もね、男は黙って投げるだけ、ね、非常にいいピッチングもね、はい、見せてくれてるし、うん、中継ぎもある程度安定を見せてきている、はい、で野手、
まあ、野手も桑原も良くなってきて関根も良くなってきてるみたいな、もともと打てる佐野、牧、宮崎あたりが安定してるとかね、だからいいことばっかり、まあ、海老名も出てきたね。そうですね、だからこれからだよやっぱ DeNA がね、あとはやっぱこう戦略を持って戦わないと DeNA は上に行けないということ、それなぜかというと足が使えない、なかなか足を使う投球だとか、スピードを使う攻撃があまりうまく機能してない、今まではね、だからこれをもう本当に快調に上に行けるようになるには、やっぱそういう戦略だとかそういう足を伴った攻撃ができるようになると、もっと得点力も上がっていくだろうし、投手陣はある程度抑えてくれるから、やっぱ少し点を取ったら上に行けるという、なるほど、はい、はい、で最後にセ・リーグは中日、新規一転、はい、もうねいろんなことがあったよ。いや交流戦ではね、ね間でもこう、試合でもそうでないところでもいろいろとありましたね。でもね最初のうちはね各球団のパ・リーグのエース級がね、中日と当たり、勝っていってたんだよね。山本には土をつけ、マー君には土をつけっていうこと で、力がなくはないんだよ、でもねあの一つバランスを崩すと、やっぱチームリーダーがいないわ。選手の中で鼓舞して引っ張っていこうとする選手がいないだけに、やっぱここら辺を監督やコーチがやらなきゃいけないということになってきてる、ね、で、まあ、根尾が投手をやるとか、まあ、いろんなことがあったりだとか、ね、まあ、春コーチがね、まあ、荒げた声を上げたとか、まあ、そんなことはね、まあ、結局どうでもいいんだけどさ、やっぱりこう最下位にいるでも力は発揮してないかって言ったら、全然力はあるんだよね。だから発揮してないんだよ。なるほど、でいいピッチャーもいる、はい、だから勝てる要素はたくさんある、だけどやっぱ気持ちが落ち込むとさ、やっぱその力っていうのは出しにくくなる、だからそういう意味では心機一転してやっぱ頑張ってほしいなと思うね。だから心機一転してみんながやる気になった時にどこまで上に上がってこれるか、これを楽しみにしたいと思います。そうですね、まあ、そうそうね、一時こう今シーズンも打撃も好調っていう時期ありましたよね。だからまあ言ってたよね、打てない打てないってあまりにも周りが言いすぎるから、だから打席に入って打てないっていうものをすごく意識してんじゃないかなって言ってたよね、そういうことも関係してくるのっていうふうにやっぱり心理的にね。そうだね、まあ、まあ心理だとか思考だとかそういうスポーツだからね、あの野球はね、だからそういう意味ではそのあんまりもうそういうことも気にしないで、勝つために何をすべきかっていうことをやっぱ考えた方がいいよね。まあそうですね、あの、一度ねこういった交流戦の終盤のこうチームのあんまり良くない状態と、やっぱり連敗だったり、無得点が続いたりっていう風になってくると、やっぱもうそういったことになってくるんでしょうね。まあなってくるよね、まあ精神論みたいなことを言うけどもさ、まあだけどやっぱり気分でね、やっぱ仕事場の気分でやっぱ変わるというね、まあ、そういうこともあるし、中日頑張れと、はい、ということでした。セ・リーグです、でパ・リーグ、はい、まずパ・リーグは、昨年のオリックスがメンバーが揃わない、絶不調の人がたくさんいるとかね、交流戦に入ってまた来るんじゃないかとか、まあいろんなこと言われたけども、まあなんかこう来ることはなく、まあセ・リーグに比べるとギュッとこう6チームが、縮まってるよね、まあちょっと置いてかれてるのはやっぱこう日本ハムかなっていうような感じもするんだけど、まあ楽天からいくと、まあ首位の楽天、ね、このままいけるかというとさ、もう見極めだよね、見極めというと、見極めっていうのは、まあ交流戦を見て、西川がダメ、島内がダメ、マルモレホスがダメ、低打率なんだよね、調子を、あの崩してた、まあ外すのも手なんだけどさ、使うとやっぱ1番、4番、大体6番ぐらいに入ってくるんだよね、その3人のバッターが、そうなってくるとさ、やっと2人つながっても4番の島内で切れるとかさ、つながらないんだよ、でまた6番にいるとかさ、7番にいるってなるとやっぱ流れる打線にならない、もうそのポイントになっている人ですらも生きないということですよね。生きないんだよ、だからやっぱり見極めっていうのは
その選手の状態もあれば、うん、やっぱどういうふうに打順を組むかっていうのは楽天にとってはすごく大事なことになってくるよね。極端な話、いい人悪い人みたいな言い方とか、そうそう、だからもう思いっきり外すのも手だしさ、はい、だからそういう大胆なことをして見極めをしていかないとなかなか点を取るのは大変だよね。なんていうのかな、交流戦でもいいピッチングしてるのに見殺しにしたケースっていうのはものすごく多いしね。だからそういう意味ではやっぱもう打線だけなんだよ。でその中でも打線の組み方だけだと思うんだよね俺はね。それによって流れで出したら すごいこう能力の高い選手も多いんで、あの点を取り始める、ただポイント流れないようにするポイントにいる選手がいるんだよね、調子が悪かったりすると、それも外れ3人まとめとけばさ、その回点が入らないなって思えるからさ、はい、あ次の回にかけようみたいな、だけどポイントポイントでこう配置をされると、そこで詰まっちゃうというかさ、そこで何にもニッチもサッチもいかなくなるというね、どこもなんかこう中途半端な攻撃のような感じになってくるってことですね。だから楽天は見極めをしてくださいということだよね。まあ田中将大投手もね、あの3連敗ということで、そうなんだよ、3連敗するような内容じゃないからね、言っとくけどね、でももったいないんだよ、もう援護がなくはいっていうことです ね、イライラしてると思うよマー君は。そうですね、はい、ソフトバンク、はい、で 1.5 ゲーム差、はい、ね、これこう追っていけるかというと非常に苦しい、ね、バランスはすごくいいんだよ、じゃあのチーム全体の、はいはい、投手の防御率もすごく、あの交流戦を終えてから上位の方にいるし、チーム打率も上位なんだよね、今1位かな、だからそういう面から考えると、もっと突き抜けなきゃいけないんだけど、点の取り方が下手くそだね点が取れないのよ、でチャンスは多く作るんだけど一歩も出ないというさ、その中で日本柱って書いてある、はい、ピッチャーでは千賀、はい、千賀を勝たせてやらなきゃいけないわな、で交流戦でもいいピッチャーとの投げ合いで負けてるんだよ、はい、やっぱ点を取ってくれないから、でじゃあ誰が点を取るのかって言ったら柳田、もうやっぱ状態が悪いね、なんか打ち方忘れちゃったみたいな、そういう形になってきてる、はい、まず引っ張れなくなってきてる、はい、体の状態が悪いんじゃないかっていうぐらい引っ張ることが下手になってる、ね、だからそういう意味ではその日本柱にちゃんとした仕事をさせなきゃいけない、まあ千賀の場合はやっぱ打ってやること、点を取ってやることによって勝ち星がついてくる、だから千賀で負ける試合を作ってしまうと、やっぱり連勝も止まるし、連敗が始まる可能性があるということだよね。で柳田が打てないんだったら周りがカバーをしてあげる、まあ例えばグラシアレであったり だとか、でスパイネ、まあそういう人間がカバーをしてあげる、柳田の、そしたら彼もすごく楽になってくると思うんだよね。前あの栗原がそういう役割を担ってたんだよね、で柳田が打たなかったら栗原が打ってくれるという、まあすごく勝負強いバッターだったから、はい、だからそういうことが今現状できない以上、やっぱり柳田一人でこう背負ってるような感じがするから、だからそういう意味ではそのみんながカバーをしてあげるということが、俺は優勝への道だというふうに思うけどね。なるほど、さっきもね、ちょっと精神的な話もあったのですが、やっぱ柳田選手にとってみれば自分が調子が悪い時に、さらにプレッシャーっていうか、いやーやっぱ打てない、点が取れない、でも打ってんのに点が取れないっていうことになってくると、すごくストレスになってると思うんだよね、だからまあそこら辺のストレスをみんなでカバーし合いながら、やっぱこう打開していかないと崩壊につながりますよという話だよね。はい、はい、で西武、はい、ワースト146、はい、ね、ワースト1エースは勝てない、うん、ね、なぜ勝てないか、このワースト46、はい、これエラーの数なんだよね、あで、まあ、12球団で一番エラーをしているというね、でエラーがやっぱあるチームっていうのはなかなかやっぱこう上に行けない、でよくサインを死守してると思う、でまあゲーム差もほとんどないんだけどさ、でもまあ3位という位置をキープしているということは
ね、打線は点を取れるようになってんだよね、うん、はい、でその中で山川が絶好調、うん、まあ、このまま俺シーズンはそのまま行ってくれると思うよ山川はね。ただし高橋コーナーがやっぱ崩れるケースが多い、うん、で投手王国だっていうふうに俺言ってたんだけど、はい、うん、だけどそのエースが勝てない投手王国なんかないからね。なるほどね。やっぱりエースはエースとして君臨してほしいし、はい、やっぱり新人王を狙ってる隅田プロ入り初登板から勝ててないという、うん、だからここも勝たさなきゃいけない、うん、まあ、それをなくすにはワースト1位の46エラー数を、うん、絶対減らさないと勝てないって、うん、だいい野球はやるんだけどスピードのある野球もできる選手もいる、うん、パワーを使える選手もいる、うん、だけどやっぱしっかり守らないとダメだということだよね。もう基本の基そうそうそうということですね、うん、だ守れたら上に行くよ、うん、これは得点力もあるし、はい、投手力も安定してるし、うん、リリーフ陣、うん、これはもう最高だからね、うん、今はね、はい、うん、だからそういういい時に上を目指してほしいなっていうね、はい、そういうことが感じます、はい、でオリックス、はい、今一つ惜しいみたいな今一つ、うん、もうこれは勝っただろうと思うのが、うん、やっぱなんかねみんななんか一つずつ足りないんじゃないかって、まあまあエラーがあったりだとかさ、うん、ね、バット振らないで三振したりだとかさ、うんうん、なんかね今一つ乗り切れないんだよ、うん、で惜しい、えここさえしっかり投げときゃここさえ守っとけばえこの試合勝てたのにっていうことが多すぎるんだよね、うん、見てると。いやだからそういう今一つを惜しいをねなくせば、うん、オリックスも力があるだけに上に行けるよ、うん、まあ、杉本もね、はい、幸いなことに当たってきた、うん、T 岡田帰ってきた、うん、まあ、吉田が後半戦から、ね、頭からいけるかどうかっていうのは分からないけども、はい、やっぱそういう3人が揃ってきたりだとか、うん、そういうことになってくると、まあ、投手陣はいいだけに、うん、非常に面白い存在になってくると思うんだけど、うん、やっぱその投手陣は足を引っ張るケースが多々あるからさ、うん、まあ、そこら辺はやっぱこうなくしてほしいなと思うよね。でロッテ、はい、本領発揮、本領発揮というふうにやっときましたよ。やっときましたか。やっぱね、両外国人にホームランが出始めたというのは、はい、一つの安心材料だし、うんうん、昨年やっぱりこう荻野とマーティン、はい、マーティン荻野、うん、まあ、これがセットになってたんだけど、うん、まあ、荻野が出たらマーティンが返すというさ、うんうん、まあ、そういうこともなんかできるようになってきたしね、はい、まあ、高部という人間がやっぱ一番9番で成長してるしね、うんうん、だからそういう意味ではその投手力も、まあ、佐々木朗希に勝たせなきゃいけないというふうには思うけど、うんうん、まあ、そういうところでは非常に見てて不満なんだけどね、まあ、だけど他のピッチャーが勝ち出してきてるという、はい、いや大島もこの前ね勝ったというね、うんうん、だからやっと本来のロッテの姿になってきたかなって、うん、だからまあ本領発揮これから本当に来るよってロッテは。なるほど。来だしたらこういう数字なんかもあっという間に抜き去ってここぐらいまですぐ来るからね。もう昨シーズンの優勝争いをしていた頃の勢いというか、ああ戻ってきてるよね、うん、だからすごくあのロッテの戦い方はちょっと楽しみになってきてるかなっていうふうに感じるね、まあ、佐々木朗希投手が投げた3試合が全敗してるっていうのはちょっと気になるんですけれども、あ、まあ、あの子が投げた時は必ず勝たなきゃいけないんだよね、うん、ただジャイアンツ戦にね、うん、まあ、一気にこう5点かな、うん、まあ、その試合トータル5点ぐらい取られてるんだけど、うん、まあ、あの試合以外は大体1点とかに抑えてるからね、うん、だからそういう意味ではそこを負けゲームにしちゃいけないということだよね。でもロッテがね上に行こうと思ったら佐々木朗希は絶対勝ちをつけてやらないと上行けないよ、うん、はい、で日本ハム、はい、で 3.5 ゲーム差にでも見えてきた形、うん、これどういうことかというと、はい、上位に使われる選手たちはだいぶ固定になってきたよね、うん、それに伴ってやっぱ安心してプレーができるようになったし、うん、清宮も常に4打席をねもらえるということからすると、うん、やっぱこう余裕が出てきてるよね打席でもね、うん、
あとは今まで何やってんだんだって松本って、お前首位打者取れるぐらいの、うん、で力あるのになんで使ってもらえなかったんだ今までってなんか思うぐらいの、うん、なんか活躍もしてるし、うん、で野村もいいしね、はい、魅力があるところでは万波今川っていうところが、うん、だから見えてきてるんだよね、随分形がね、チームの形というものが、はい、うん、もうルーキーの上川畑選手もまあいいよね、はい、うん、だから それをビッグボスが使うかどうかは別として、はい、まあだけど見えてきた形、やっぱチームが今までは見えてこなかったんだよ、うん、誰を使ってどうしたいのかっていうのは、うん、でも少しずつ見えてきた形、うん、見えてきたよ。そうなってくるとやっぱ後半楽しみになってくる、はい、で後半そういう形が見せながら戦って、うんうん、後半だけの数字を出してみたいよね、どのぐらいの数字が残るかどうか、うん、なるほど、うん、この後のそう、うん、だからもう本当に6月17日、はい、からの、うん、なんていうの、後半を終わるまでの数字をちょっと見てみたいよね、うん、どういうふうなことになるのか、うん、だからすごく後半に向けて、うん、楽しみだけどもね、はい、はい、ということで、はい、これが頭抱えまくっての豊かな予想ですね。後半戦、まあ春先になんとですね、春先に予想した順位とはまた全然違うんだけども、うん、でも実際は春先に予想したところに着地する予定、うん、それともこっち、いやーやっぱこっちだろうないやヤクルトはね、うん、ほんと強いと思うよ。はい、でもその追っては俺阪神 DeNA しか追えないと思うよ、うん、阪神はやっぱ強いよ、うん、それと甲子園というね、うん、特殊な球場を持っているという、はい、だからヤクルトも非常にやりにくいだろうということ、うん、でそれを味方につけてほしいということね、うん、で DeNA も狭い球場でやっぱ打てるバッターがいる、うん、だから打ち勝つ野球を多分演じていくと思うんだけど、はい、まあ、ピッチャーが良くなってきてるだけに相手に打たさなければやっぱ本拠地を利として、使えるという、うん、でも苦しむのはやっぱ巨人、広島、中日かなという、うん、で巨人は巨人宇多さん応援してたんじゃないのみたいな言うかもわかんないけどだけどね巨人はね、うん、やっぱプラス材料が浮かばない。うーん、先発ピッチャーにしたってさ、うん、若手を使ったけど、うん、なかなかやっぱ結果も出しにくいしね、うん、まあ、素質は素晴らしい選手なんだけど、うん、みんなね若手の巨人のピッチャーとして、はいはい、まあ、だけどやっぱ持続性がないし、うん、まだまだ一軍レベルでは体力的にもないんじゃないかなっていうような気もするしね、うん、だから非常に両外国人ビエラだとか、はい、ね、まあそういうピッチャーがいかに頑張ってくれるか、うんうん、まあ、そういうふうに願うしかないんだけどさ、うん、だからいい材料がない。広島もそう、うん、ね、中日は、ね、どうなんだっていうことから考えるとやっぱセ・リーグはこういうふうになるかなって思うよね。なるほど、すいません何に対していやまあまあ、まあ、各チームのファンがいるわけだから、まあ、すいません、まあでもこれは俺の考えだからね、うん、そして今のね交流戦の結果なども踏まえての踏まえてね、はい、はいはい、でパ・リーグ、はい、ロッテ、うん、本当かよみたいな、はい、今5位、うん、ね、で楽天、はい、でこの3っていうのはさ、楽天ってね、うん、こっからが弱いのよ。というと夏場に弱い。夏場に連敗を重ねたりとか結構するんだよね、はい、だからこっからの気候が心配という。なるほど、うん、そこの差ですか。まあそういうこともある。そういうふうなことしてる間にロッテがぐんぐん上がってくるよっていうことですか。ロッテはね非常に今いい状態になってきてるし、はい、やっぱ春先苦しんだだけに、うん、ね、まあ春先にもっと楽天とかソフトバンクが行って差を広げとけばさ、うん、ちょっと違ったんだけど、そんなに差を広げられなかったということね、うん、で十分逆転が可能な数字のところで、うん、まあ、ロッテも踏ん張ってたからさ、うん、だからこれからやっぱこう本領を発揮をしてくるかなという、うん、じゃあ2位にいるソフトバンクは
4位、ちょっとねやっぱねノリが悪い、ノリ、うん、チーム全体の雰囲気ってことですか。そうだからちょっとね俺はなんか苦しむような気がする。うん、逆にいいのはやっぱ西武だよね。西武、うん、はやっぱ投手力も安定してきてるし、うん、だから優勝春先にはしてるんだけど、はい、でも可能性としてはここも来るかもわからない本当にね。ということはその A クラスの3チームはちょっと入れ替えがあるかな、ある可能性があるよね。うん、だからまあ波乱万丈というか、はい、じゃあオリックス日本ハムはもうここの上位なのかなっていうところですか。ちょっとね、ちょっと苦しいかなというふうには思う。さあ、まあ、あくまでも予想だからね。予想当たったことないし。そして今の豊さんの分析の上での予想だから、一時、はい、したら違うこと言ってるかもしれない。うん、そうだね。でも阪神の浮上っていうのは言い当ててるしね。これだけは言っておきます。そうだね。ことですか。はい、そうそうそう。はい、それだけは言わせてみたいな。まあまあどうなるかね、後半戦本当に楽しみで、も本当にこの順位をねつけるとか、うん、あのチームの横にねキャッチフレーズみたいな、まあこういうキャッチコピーみたいなつけるのも、うん、もう本当に悩んでやったけども、うん、まあ簡単ではないよね、うん、今の現状を考えるとみんなね、うんうん、だから本当にこれからも楽しい野球をね、まあ、見れると思います。はい、ね、ではでは間もなく後半戦始まりますが、はい、楽しみですね。はい、はい、ありがとうございました。はい。